こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、女性が男らしさを感じる瞬間についてお話をさせていただきたいと思います。でね、よく、この本のことを知ってる方も結構いらっしゃると思うんですけれども、こう話が聞けない男、そして地図が読めない女っていう本があるんですけど、結構有名な本でね、あるんですけど、その通りで女性って本当に地図が読めない人すごく多いんですね。で、私とかもめちゃくちゃ方向音痴なんですよ。ちょっと致命的なぐらい方向音痴なんですけれども、で、方向音痴の女性にとって方向が分かる男性ってすごいかっこよく思えるんですよ。で、地図を見てパパパパパって行ったりとか、なんかこうあんまり地図見なくても、あーこっちとかって、なんか方向が分かる人でなんか男らしいなって、なんか迷ってもついていけば大丈夫みたいな安心感があるんですよね。なので、もしあなたが道が得意だったりとか、その地図を読むの得意だったりとか、方向感覚がこう結構あるなって思う方は、もうそれは大きな大きな、こう力、そう、男として持つべき、あるべき力なので、それはもう本当にプラスに考えて自分の武器にねしていただきたいと思います。で、もしそのね、道迷ったりとか、ちょっと分かりにくいところはね、こう先導していくとかで、道が得意だよねっていうアピールも結構女性は安心感をね得たりするので、ぜひね、方向得意な方はそれをね、もう強いポイントにしていってください。では、メルマガの登録の方と、あと LINE のお友達登録ですね。メルマガと LINE は違うことを言ってますので、ぜひ両方ね、登録してください。あと YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では、ここまでになります。ありがとうございました。